こんにちは、工場長です。最近他のスタッフの動画はいろいろとねチャレンジをしているみたいなんですけれども、皆さん楽しんでいただけてますでしょうか。まあ僕の動画は相変わらず作例紹介をしていくんですけれども、ぜひ今後のカスタムの参考にしてみてください。それではどうぞ。こんにちは、工場長の加藤です。このチャンネルは愛知県名古屋市にあるモンキーフリップというメガネ屋のスタッフがそれぞれの視点でメガネに関するさまざまな情報や新作などのお知らせをしています。本日の動画はシュハリードロロシリーズの最後の作例紹介になります。なかなかここまで長かったと思うんですけれども、やっと終わりです。まあこれは長かったというよりも配信ペースの問題ではあると思うんですけど、本来ならインキュバスとサキュバス、これのカスタムをね、またたくさんこれもいろいろと受けているので、その作例を紹介したいところなんですけれども、なかなか時間が追いつかずちょっと歯がゆいところではあるんですけれども、まあ今後の課題ですかね、そのあたりは。まあそんな独り言は置いとくとして、つくもの作例紹介をしていきたいと思います。ぜひ今後のカスタムの参考にしてみてください。それでは1本目、つくもの C5F になります。ノーマルだとこんな感じ、右にボルト、左はカットが施されています。裏生地はオリジナルの鬼柄になっていますね。このままでもインパクトの強いフレームですが、これをさらにカスタムしました。まず右テンプルとフロントにはマット加工、その上からスカルプ加工をしてあります。先にマット加工をすることによってとてもねシックな風合いになりました。さらにフロントはスカルプを前面ではなく、あえて斜めに無加工部分を残すことで2つの表情を1つのフロントに落とし込みました。右フロントのボルト横に入れたゴールドのラインストーンもいい感じです。左テンプルが無加工なのも反対側のカスタム満載の部分との対比がバランスよく取れていて素敵な仕上がりになりました。続きまして先ほどと同じ C5F です。こちらもスカルプ加工になります。右テンプルからのスタートは先ほどと同じなんですけれども、今回はフロントのブリッジまで右側半分だけスカルプ加工をしました。右側は岩のような質感のスカルプに対して、左側のツヤっとした無加工の質感がとても異質なアシンメトリ感を出していますね。この映像では少し分かりにくいんですけど、レンズはモンキーフリップオリジナルのベイパーウェーブが入っています。この角度だと少し分かりますかね。上がブルーで下がピンクのダブルグラデーションになっていて、僕も普段のメガネでよく使うんですけど、なかなかね色味が薄いので結構使いやすく万能なカラーだと思っています。そして3本目、こちらは C3F になっています。こちらもボルトとフロントカットのモデルになるんですけど、ノーマルではとてもね綺麗な色合いの生地になっています。べっ甲風というんですかね、こんな感じです。この雰囲気を生かすために表面加工はせずに両テンプルにスタッズを埋め込みました。ただ色には変化をつけていて、右側はシルバー、そして左側はゴールド、左右のパーツはサイズも配置も同じにしてあります。色味が違うだけでここまで印象が変わっていくのも面白いですね。右側の見た目はインパクト強めに、左側は生地の色味と馴染んでさりげない仕上がりになりました。とてもこだわったカスタムですが、使いやすい1本に仕上がりましたね。次は C5F のトライポカスタムです。この5番カラーは裏生地が特徴的な生地なんですけど、表面もとても綺麗な奥行きのある色味のクリアブラウンになっています。そのフロントの左サイドからブリッジの少し向こうまでトライポ加工をしました。この加工部分が白っぽくなっているのはクリア系の生地の特徴で、熱を加えるとこんな感じの色味になることが多いです。この辺りの反応は本当に生地ごとに違ってくるので、オンリーワンの仕上がりをぜひ楽しんでください。正面から見たアシンメトリーな感じがとても印象的な仕上がりになりました。そして最後に紹介するのは C3SF。 こちらのフレームはノーマルでもかなりのインパクトを放つ1本です。こんな感じ。これがノーマルって言うんだから、改めてモンキーフリップは突き抜けていますよね。今後がいい意味で心配です。そしてカスタムの説明なんですけど、フロントのトライポ加工が施された面には触らずに、両テンプルにパラサイト加工をしました。しかもカラー付き。右テンプルはシルバー、左テンプルはゴールドです。全く違うカラーをしていますが、フロントとのバランスは両方とも違和感なく仕上がっているのがとても不思議な印象です。おそらくこのようにテンプルだけではなく、フロントのサイドや上部の端っこの部分までですかね、加工したことが影響してるんじゃないでしょうか。細部までこだわったインパクトの塊のような一本です。これを二度見しない人はいないでしょうね。
今回の5本でつくもの作例紹介は終わりになります。ということはドロロの作例紹介が終わりになりますので、2021年の新作展示会で受注いただいたカスタムの紹介はこれで終わりですね。長かった。それでもこの2021年の展示会以降もすごくね、たくさんのカスタムを受注いただきました。本来であればこの YouTube チャンネルの中でももっともっとね、たくさん作例を紹介していきたいんですけれども、やっぱりこう時間的にもタイミング的にもお渡しの都合とかもありますので、なかなかねちょっと難しくなってきてしまってはいるんですけど、なのでやっぱりこういち早く注文いただいたカスタムを紹介するのはやっぱりねインスタが一番早いのかなともやっぱり思いますので、今後ファクトリーのインスタの投稿頻度をね昔みたいに上げていきたいと思います。そんなインスタグラムのアカウントはこちら。注文いただいた作例がたくさんね載ってますので、ぜひ今後の参考にしてみてください。ちょっと前からこうまたこうねたくさん再開するよするよって言って、まあやるやる詐欺みたいにはなってしまってるんですけれども、今度こそ投稿頻度を上げていきますので、皆さんぜひフォローしてみてください。頑張ります。そしてこちらのツイッター、一応こちらでは今まではカスタムのこう進捗とかそういったことがねメインで出してたんですけれども、今後はお店のこととかもうちょこっとね幅広いモンキーフリップの情報とかもいろいろねお伝えできたらと思いますので、こちらもぜひぜひフォローしてみてください。本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回はサキュバスとインキュバスの作例紹介になるとは思うんですけれども、もしかしたらまたね全く違うのをあげるかもしれないので、僕の動画も楽しみに待っていただけると嬉しいです。今回の動画も面白いなと思っていただければぜひグッドボタン、そして今後の動画の配信も気になるなと思っていただければぜひこちらチャンネル登録をよろしくお願いします。こちら、それではまた次回の動画でお会いしましょう。来月の中ぐらいかな。それじゃあ、バイバイ。といえばですね、最近始まったメガネカスタムショップの方の YouTube の動画なんですけど、コラボ系にはね僕もちょこちょこと出てますので、ぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。店頭でねこうなんて言うんだろう、カスタムをしている雰囲気っていうのがちょっとはね伝わるんじゃないかと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。